今日閣議で報告しましたが、全国都道府県知事会会議の開催についてお知らせします。本日の閣議において政府主催の全国都道府県知事会議を11月25日、午後4時から、総理官邸で開催し、総理大臣や、各閣僚と知事との懇談を行う旨了解を得ました。東京メックスの取材で、今月11日の月曜日に、村上大臣から全国知事会の村井会長に対して電話で、はい、いわゆる103万円の壁の見直しについて反対意見を言ってほしいと、はい、働きかけたという情報があります。はい、実際に大臣からこういった働きかけがあったのかどうかを伺いたいというのが1点、はい、で2点目、MX の番組内の中で、国民民主党の玉木代表が出演をされた際に、総務省が今知事たちにレクを行って回っている、工作をしていると発言をされていましたが、こちらについても、事実かどうか伺いたいです。で、3点目最後ですが、こういった103万円の壁の見直し以外にも、一般論として政党の政策に反対するような働きかけを総務省が行政に対して行うことがあるのかを伺いたいと思っております。お願いします。まず第1点目はですね、村井会長に発言を依頼を断ったことは事実は全くありません。それから2番目は何でしたっけ、発言要領かなんかですかね。何ですか。国民民主党の玉木代表が、今総務省が全国の知事にレクを回しているという工作をしているというような声があったんで、総務省としてそういったことをしているのか。いや、もうそういうことはしてないと思います。全国知事会とはですね、地方税制等について日頃から意見交換をしております。その一環として事務方からですね、基礎控除の制度概要などについて説明を行ったと聞いております。以上であります。一般論として、政党の政策に反対するような働きかけっていうのを総務省が、自治体に対して行うことがあるのか。いや、最初この記者会見で申し上げましたが、今は政党間のですね、協議を見守っているというか、そういうことでありますので、そういうことは一切考えてないしやってもおりません。はい、どうぞ。今の、事実としてないという部分は、もう大臣として今まだ把握されてないというのは、この総務省としてそういうことは全く行わないということなんでしょうか。いや、だから私も把握してないし、私は総務省を信じてますから、ないと思っております。はい、ありがとうございます。あとは番組内で玉木代表が、総務省が工作をしていると。いうような発言をなさったことに対してはご所感を伺います。いや、だからね、ここになんか見たら、総務省事務方が各県知事の発言要領を作成して発言を依頼しているというのは事実は、私はこの発言要領について見たこともないしですね、依頼したことも全然ねないんで、なんで玉木さんがこういうことをおっしゃったのかですね、私は残念ながら今理解できないんです。はい、よろしいですか。他に何かありますか。毎日新聞の阿部です、はい、関連してお願いいたします。はい、先日の記者会見で村井大臣は、国民民主が主張している年収の壁見直し案を実施した場合、地方の自治体に入る個人住民税が4兆円程度減収の見込みがあるという、今村井大臣村上大臣、申し訳ないです。口が回らなくて申し訳ないです。すみませんね、本当に。ありがとうございます。申し訳ないです。村上大臣が、おっしゃりました。はい。その後、全国の自治体では、自分の県ではとか、自分の市ではこれくらいの減収になるというようなお話が、知事や市長から、会見で、公表されております。で、この、それぞれの減収の試算について、総務省から試算結果を提供したりだとか、また問い合わせに答えたりだとか、はい、もしくは試算の方法についてレクを行ったりなどはされているのかどうか教えてください。はい、私は全くそのことは知りませんし、私はしてないと思ってます。それからもう一つですね、やはり知事さん含め各首長さんはですね、非常に地方財政をですね、危機的に感じていらっしゃるんで、やっぱそれぞれの立場でですね、いろいろですね、なんていうのかな、いろんなことをね、やっぱりこうおっしゃるんではないかなって気がしますね。もし私がその知事さんや市町村長さんの立場だったらですね、やはり自分なりにですね、どんな影響があるのかなということをやっぱりそれぞれ考えられるんじゃないかなって気がしますね。はい。
はい、財務局の事務方に確認して、はい、まあ、それはまた今お話ししましたけども、また税務局の事務方にですね、またいろいろ確認していただければ分かると思います、はいはい、いかがでしたか。村上大臣は否定していますが、宮崎県の河野知事はレクを受けたと口を滑らせたという情報もあります。またまさかの東京都の小池知事が総務省からのそのようなレクはたびたびあると15日の会見で暴露してしまいました。はい、東京 MX の白井です。よろしくお願いします。先ほど患者質問にもありました103万の壁についてなんですけれども、こちらの103万の壁をめぐってMX の取材ですと村上総務大臣が自治体の首長に対してですね、減税に反対するようにと呼びかけたとみられています。まず小池知事にこうした呼びかけの動きがあったのか、また大臣が首長に、まあ、こういった動きを働きかけるということを、まあ、どのように捉えていらっしゃるのかお願いします。まあ、この間私留守でございました。それから、まあ、総務省がそういうノーティスを出されるというのはたびたびあることではないかと思いますね。地方自治ということをよく考える必要があるかと思います。いかがでしたか。総務省と国民民主党どちらかが嘘をついていることになりますが、これまでの流れを鑑みると国民民主党の言葉を信じてしまいます。また村上総務大臣はこれまで党内野党として安倍元首相の政策を批判していましたが、大臣になってからは逆に称賛するなど手のひらを返している経緯があり、あまり信用できません。国民民主党の新葉幹事長は、村上大臣と総務省のこの工作、そして知事会が賛同する動きに大変憤りを感じており、会見でも非難していました。すいません。この間、国民民主党と与党側でですね、やはりその地方での減収について、まあ、意見の相違が見られるんですけれども、はい、まあ、全国知事会の、村井会長もですね、まあ、到底、この、まあ、地方が減収にな、地方の税収減になるので、まあ、到底賛成できないというようなことをおっしゃってますが、このあたりの見解改めてお願いいたします。まあ、我が党の玉木代表が MX テレビで村上総務大臣が全国知事会の村井会長にですね、発言を依頼したということを申し上げましたら、総務大臣すぐ否定してましたけど、我々ですね、今週の初めに大臣から全国知事会に連絡を入れているという複数の筋からですね、確認がされてますので、私だったんだろうと思います。だからそれがいい悪いではなくて、私は村上誠一郎さんという人は戦う政治家だと思ったけど、安倍内閣では与党内でもしっかり正論言ってましたね。でここはですね、私はその地方財源が悪影響を及ばさないようにやるのは当然です。私も地方の議会出身ですし、今地方の状況がどういう状況か、極めて財政的にも厳しいです。地方財政に悪影響を与えることは絶対させません。それはぜひ安心してほしいと思います。でいろんな数字を出てきてですね、地方の財源が4兆円減る、だからやるなって論法でしょ。そうじゃないんですよ。地方の財源に悪影響を与えないように、ぜひ103万円の壁を突破して、地方の住民の手取りを増やしてくれって、全国知事会も、市長会も町村会長もですね、言わなきゃダメなんじゃないですか。役所の人に地方の財源が減るから、この壁を突破する政策なんて、やらないでくれって言ってる方もいるけど、そうじゃないよね。地方に住んでる住民の立場に立ったら、絶対にそれは国の責任で、地方財政には悪影響を及ばさない。だけど頑張って地方で生活されている方々の手取りを増やす、減税する、それもセットでやれっていうのが正しい知事会のスタンスだと私は思いますね。しかし我々は絶対に地方に悪影響を与えないように頑張りたいと思いますので、ここは自民党さんも公明党さんも同じだと思いますから、地方財源に悪影響を与えないように手取りを増やして積極財政をやっていくということなんだろうと思います。ジャパンインデプスの編集長の安倍でございます。はい、安倍さんどうぞお初にお参りかかります。いやいや、
ですね、まあ、先ほど、首長さんからの、住民税が減るという話もありました。はい、まあ、それ以外に178は、財政に破綻をきたすから、もっと低くできないかというような議論がですね、まあ、あらゆるマスコミから、はい、それから、なぜか知りませんが、エコノミストとか、アナリストとか、そういう人たちも言ってですね、なんとなくですね、外堀を埋められ始めて、国民民主党としては、今まさしく新馬さんがおっしゃってるようなことはですね、多くの今回投票した人たちは分かってるし、だからこそ支持をしてるというふうに思うんですが、はい、一層プロパガンダをですね、進めていかなければいけないんじゃないかという危機感を私は感じておりますが、はい、そこは幹事長どう思ってらっしゃいますか。ありがとうございます。最近ですね、いろんなよくわからない報道がありますけれども、確かに与党の後ろには数十万の官僚の皆さん、優秀な官僚の皆さんがついているかもしれませんが、我々野党の後ろにも多くの国民の皆さんがついています。これをやらないとですね、今ちょうど日本が好循環好景気に転じていくかの私は分水嶺だと思ってるんです。ここでみんながですね、与党対野党とか、霞が関対国民とかではなくて、まさにこの瞬間こそですね、この30年間のデフレから脱却すると、それを乗り越える一番大事なポイントですね。だから取り過ぎた税金を国民に戻していく、これはですね、今我々103万円言ってますけども、もう一つのガソリン税、9種類9兆円ですよ。で、都会の皆さんはガソリン税入れなくても生活できます。無論高いガソリン税は物価にも転嫁されますから、都会の皆さんにも全く影響ないわけではありませんが、地方はガソリンを入れないと生きていけないんですね。これ憲法25条の生存権の問題で、この103万円の壁や175万円、そして最低賃金も、すべての国民は健康で文化的な生活を営めなきゃいけないんですよ。ですから最低賃金が 1.73 倍だったら、生きていく最低限のコストのこの基礎控除も当然上げなければいけないし、ガソリン減税というのは、地方で生活されている方々はガソリンがなければ生きていけません。一家に一台ではなくて、一人一台プラス軽トラック、これがスタンダードですね。田舎の人が本当に高い税金を払って歯を食いしばって地方で生きてるわけですから、今日もまた補助金を延長して、今度は180数円台で納めようという話がありましたが、やっぱ補助金行政ではなくて減税すべきです。後から補助金で返すんだったら 最初から取らなければいいんですよ。これはね、役所の論理からしたらとんでもないというかもしれませんよ。ただその発想の転換をしないと、この国の政治や行政は変わらない。そのやり方でやって30年間デフレ、1000兆円超える借金を作ってしまったんですから。で、我々はそれを非難するのではなくて、対決より解決で共に新しい会を作っていこうと。こんなちっちゃな党ですけども、与野党とも優秀な官僚の皆さんとも一緒にですね、正しい会を、国民のための会を出せるように努力したいと思います。非常にタフなナゴシエーター私ですけども、国民の皆さんの声をしっかりとぶつけて、私は分かってくださると思っています。期待しています。朝日新聞の笹井です。よろしくお願いします。待ってました。野球部、野球部、はい、はい、先ほどの話にも出てたんですけども、はい、その国民民主のその主張に対してですね、政府与党側は財源論で張ることによって、まあ、牽制してきているようにも見えます。うん、まあ、こうした、その、まあ、政府与党側の、論法について、まあ、どういうふうに思われるのか、そして、国民民主としてのですね、その財源論の、まあ、大原則、立場っていうのを改めてお伺いできますでしょうか。まあ、何度も言いますけども、これ財源論の前に、国民の生存権です。これは絶対遵守しなきゃいけないんですよ。財源があるからやる、ないからやらないというですね、だからやめろという論調ですけども、だって税収は上振れてますよ。そして使い切れない税金が一昨年は11兆今年は7兆ですよ。外為特会のお金もありますね。それは継続的じゃないじゃないかっていうかもしれないけども、先ほど言ったようにここ数年が大事なんですよ。またデフレに戻っちゃいますよ、これ。ここでですね、やはりエンジン吹かせて、好循環のまずアクセルを回していくと。
で景気良くなれば消費税も伸び、事業税も伸び、税収は増えるわけですから、でその具体的な計算を全て野党にやれというのか、やはり共にですね、どういうところで落とせるのか、だから今政府与党と交渉をやってるわけで、最初からですねこれだけ減税になるからもうやらないと、やるなと、これでは国民は選挙で結果出てるわけだから、これやってくれという声が、これはしっかりとやっていきたいし、まずはそういう姿勢でですね、私は望んでいくべきだと思いますし、ぜひ前向きに、ブレーキを買う交渉ではなくて、共に着地点を見出す交渉をしていただき、していただきたいと思います。以前は、我々は野党であって、その財源全体について、把握できる立場ではないから、そういう財源については、政府与党がまず考えてくれというお立場だったように理解してたんですけど、それはね、はい、もう数万人の、いや10万人単位のキャリアがいて、それ我々ですね40人足らずの野党と政調の職員1名ですよ、それで財務省や総務省と同じ計算しろって言った、それはなかなか無理だ、正直言って。ただ我々は敵対してるわけじゃないから、何度でも言うけど、共に国民が今苦しんでるわけでしょう、手取りがなくて、給料30年ぶりにちょっと上がったけど、ガソリン税が増える、電気代も上がる、物価が上がる、これ国民の悲鳴ですよ。しかも今回は今まで選挙に行っていなかった10代20代の学生や中小企業の経営者や店長さん、それがなんとかこの壁を突破してくれ、よく政治がこんな問題に気がついてよくやってくれたと。今回の選挙はね、私画期的だと思うのは、相手を非難せずに、地味かもしれないけど103万円のガソリン減税を愚直に訴えて、政策で選挙行動が変わったんですね、投票行動が。久しぶりじゃないですか、右や左に大きく触れてエッジを効かせてですね、極端なことを言って注目を浴びる政党もありますけども、ど真ん中の政策を愚直に訴えて、政策で国民が投票に行き、これをやってくれという結果が出た。で、たまさかですね、与党が過半数割れということで、これもある意味ですね、国民にとったら、これをぜひやってほしいという期待が上がるのは当然ですね。ここで国民の期待を裏切ったら、我々国民民主党にがっかりではなくて、日本の政治にがっかりすると思うんです。主権者国民だからね。国民の選挙で政治政策が本当変わるんだと、それを与野党を超えて実感してもらう、それがこの国の政治民度であるとか、選挙のレベルを私は上げていく大きな、これきっかけの選挙に、そして政治改革ですね、つながると思ってますから、私は自民党や公明党さん、財務省さんや総務省さんを敵だと思ってません。共に国民生活を向上させていく、そして当然ですけども、財源論もですね、ないがしろにせずに、どこで着地点を見出すかという当たり前の議論をしっかりとやっていきたいと思います。